それではガイダンスを始めていきたいと思います。今日は担当特化型コースで実現短期語学のための佐藤流学習法とはっていう、ね、タイトルでやらせていただきたいと思っております。担当レクセン講師ベニスト佐藤です。こんにちは。今日使うものはというと、一つはここにある、レジュメというか、これですね、レジュメがあるかと思うんですけども、まあ、ありますよね。でそれともう一つが、これは中に入っているスケジュールになるのかな、こういう形で、渋谷をやっていきますって話になるんですけども、秋でやっていくのは渋谷と、それから今の段階で分かっているのは新宿ですよね。で新宿になると週2回来なきゃいけなくなるんで結構大変です。一応論文まで目指しましょうねという話なんだけども、できなくはないですよ、できなくはないけど相当大変ですねって話になりますんで、今すごく試験難しくなっちゃってるんでね、極めて難しいですねって話になります。でこちらの方は書いてあるように週1回だけです、土曜日だけでありますんで、まあ、来ることはそんなに面倒くさくないのかなって思います。まあ、これ見ていただければ多分来るのは週1回ですって話になってるかと思うんですね。でそれちゃんと予習復習をやっていただきたいっていうところだと思うんですけども、で具体的にあとも使っていくのがこれですね、今日、まあ、さっき見たこれと、あと実際上どんなテキストを使ってやるんですかってあるかと思います。で定番で使ってるのが入門系についてはまずこれなんですね。これどの講師も同じように使っています。入門講座については入門テキストといって、20年ぐらい前に私作ったやつですね。簡単なやつです。簡単に言えば知財入門みたいなものです。簡単に言えばね、これだけやって担当受かるんですかと言われちゃうと受かりません。これだけでは絶対足りないんです。どう見たって概要をつかむっていうイメージはいいと思います。でも担当受かるかというと受からないんですね。で通常あとは各自のレジュメを使ってやるんですけども、入門については私はこれを使ってやっています。入門別テーマインプットってやつね、まあ、名前多分即習とこれ変わると思いますけど、秋とほとんどな春の内容と変わっておりません。これは後で説明しますね。でこれで一応入門って一応一回りまずやるわけです。入門講座ってやつかな、ここに書いてあるところの、入門編って書いてあるやつですね。これ一回りっていう形になりますね。で9月の16から始まって12月の16まで年内中で終わりってことですね。本来担当式試験って年内中にある程度終わっていないと受かんないんですよ、試験的にどう見ても、ね、でまあ多分先生のやつを受けてもらっても構いませんし、タコを受けてもらっても構いませんけど、多分年内中に終わらないのかな、やるとね、今からやってしまうと多分終わらないとなると思うんですよ。で2月ぐらいになって終わるコースを選んでしまうと、これまた大変でありましたね。だいたい100日切ってしまいますんで、ちょっと厳しいなっていうのは本当のところですね、そこはね。であとですね、これが終わった後でやるのが担当編となっております。まあ担当即習となっていまして、これ使うのはどの講師も同じでありまして、これはこれ担当アドバンスっていうテキストに従ってやります。これ8年度向けになるんですけども、これも20年前私が作りました。だからこれのいいところ悪いところって全部分かってるつもりです。はっきり言って見なくても見なくても違いけないな、別に予習しなくても全部これは言えます、空で。でそんな風に作ってるやつでありまして、多分どの先生もこれ使ってますね。っていうか受験生でこれ持ってないっていう方はいないっていうテキストでありますので、まあ、これを使ってやるのが、まあ、2回目って2週目って話になりますかね、まあ、2回転して担当をやっていきましょうねっていうコースになります。まあ、一応そんな話になるんですけども、まあ、スケジュールはまあ表に載ってる通りなんですね。この通りでありまして、一つがまず入門編と、でこれが9月から始まっていって、でそして12月の16に一応終わるっていうイメージね。でこの時にやっぱし1回ぐらいは担当ある程度終わっていないと、さっき申し上げた通り苦しいんですよ実は。だからさっきのこのテキストね、こっちこれに従ってこれだけで終わらせようと思うと絶対これは無理です、受からないです。これはだから補完的なテキストを使ってやるんだぞって話になりますからね。でそして終わった後にやるのが、スケジュール的に言うとこれですね、いわゆる担当即習ってやつでありまして、12月の末から2月3月の末までやるんですね。これも本当にギリギリです。これ以上もしかかってしまうと、まあまあまあちょっと難しいなってイメージね。この以降は本当は暗記に入るんです、勉強って。ほとんど理解していて分かんないところだけ暗記っていう話になるのね。まあ、それが担当を受かるためのまあ一般的な極意になります。ではまずちょっとレジュメ見ていただけるでしょうか。はい、担当式試験に必要な時間と期間とまず書いてあると思うんですよ。どのくらいかかるんですかってことですね、勉強する時間としてね。
軽く考えちゃいけないですよ。今一番難しいのは単等式試験です。だって突如なんだろう、パーセンテージ変わるんでね、去年までは 15%、 今年から 8.8%、 急に変わるんだよね。ただ論文は 25% は受かりますので、大して難しくは実はないんです。受かってしまえば、担当さえ受かればってことです。で、問題なのはその担当のインプットってやつでありまして、これ最低でもやっぱり8ヶ月は必要になります。書いてある通り8月は絶対必要になります。となると、これ以降もしご受講されますっていう講座を受けるとなると、結構厳しいですね。来年は記念受験って話になっちゃいます。おそらくまず難しいです、記念受験で。でさらに春に始まっていくコースにもう一回受けていただけませんかって、多分そういう誘導になると思います、おそらくね。で実際上本当に来年受かりたいんですよね。少なくても担当免除は取りたいわけでしょ。であるならば最低限8ヶ月は絶対インプットにかかるんです。どう見たって科目は相当多いじゃないですか。特実、異常、上、不正競争、著作権で、条約といったって1個ではありませんから相当あるのね。で通常の日常生活でまず出てこないって場面をずっとやっておりますんで、これまず理解するのが大変ですよね。相当ね、8ヶ月間ぐらいまずかかります、そこはね。で2つ目ですね、期間はそのくらいかかります。だから9月からやってちょうど終わるかなっていうのは本当のところですね。正直申し上げると、正直やるとインプットで終わってしまうっていうところね。でもインだけで受かりますかというと、これ絶対無理ですよ。アウトをやっていないとともかく解けませんから、どう見てもね。でその後書いてありまして、2番、担当はインプットだけでは絶対合格はできませんと私は書いたと思います。講義だけ聞いて受かるんですかと言ったら、これは不可能です。どう見たって自分でやらなかったらこれ無理なんですね。じゃあ予備校では何をやるのかっていうと、考える視点を与えるんです。考える視点って、この講座を聞いて 100% 理解して、そこで解けるようになるかというと多分解けないでしょ。それだけでは、自分でやらなかったら難しいのね。じゃあ担当の問題集をじゃあ相当買ってきてやりましたと、じゃあそれで受かるんですかと言っても、これも難しいのね。本当は理解しながら解かなかったらこれは難しいんですよ。正直言うと8ヶ月間かかって皆さんと共同作業をやっていかないと難しいんです。お家では過去問解いてもらいたいんです、まずはね。多分いきなり解いてくださいと言っても多分解けないんですよ。絶対に解けないので、解くきっかけを与えるのが講座というか講師なのね。でそれを誤解しないでください、そこはね。でそれが2つ目に書いてあることかなって思うんですね。であと2つ目でありまして、試験傾向の把握なんだけど、これ相当変わってきました。特に今年顕著だったですね。相当変わってしまって、何年もやってる方がパチッと落ちてしまったってことがあったのね。で論文も相当変わりました。論文の傾向も変わりました。だからバブル的にちょっと取りすぎちゃったんだね、合格者を。でうまくいかなくなってしまってというか、業界としてもちょっと飽和状態になっちゃってね。どの業界もそうでしょ。司法試験しかりね、会計士しかりね、ちょっと増えすぎちゃったっていうところね。急に縮小傾向に走ってるんです今は。だから量よりも質なんですね。質のいい方を取りたいってことなのね。だから担当と論文ってちゃんと今試験は分けています。ついつい最近までは論文といっても担当に近い論文だったのね。で答えが絶対あるんです。今はそうではなくって、あなたはこの場合どう考えるんですかっていうのを問いてきます。だから答えがないと言っても過言ではないんですね、そこはね。一番いいベストのやり方は何ですかと聞いてきますので、いろんな知識を組み合わせて最終的に自分で作るってことが要求されてくるのね。形では解けません。今の論文ってちょっと変わってしまってんのかなと思います。担当もそうね。で予備校で当たった当たったでしょ、よく言うの。書いてあると思うんだけど、実際当たってないとは言えないですけど、ちょっとずらしてるんですね、この試験って。で通り書いちゃうと、実は本当から言うと不正解なんですけど、ただ大多数がそう書いちゃってるもんですから、致し方ないってことで受からしちゃってるのね。で本当はちょっとずれています、少しね。本試験の問題ってやっぱそれだけうまく作ってるんだよね。それはちょっと頭にまず入れてください。相当難しくなってるんだと。特に担当が相当難しいですって聞いてると思いますけど、25年度から足切りって科目別で あるのは知ってますかね。各科目で4割未満だと落ちるんです。今年は一番難しかったのが条約です。で前年度は不正競争と著作権が難しかったのね。で総合点では40数点いってんのね、60点満点で。でも条約で3点だったのでダメでしたという、受験生もたくさんいるんです、ね。だから足切りがあるので相当難しいんですね。
じゃあちょっとね、この口座と通常の口座とどう違うのか見ていこうかと思ってるんですね。まず通常の口座と呼ばれてくるものは、入門口座という人があります。でこれはどの講師の先生もやっていて、今回も入門口座ってやりますよね。やるんだけど、使ってる教材が多分どの講師も共通で、さっき見せたこのテキストです。これだけに従ってやっています。これずっとやるんです。読むってことね、永遠と読んでしまってやると。でもこれって必要ありますかね、読むだけだったら。私は不要だと思ってますよ。早いもん、自分で読んだ方が絶対に。ここに書いてある行間を教えるとか、ここから担当的に言うとこんな問題が出るんですって教えた方が良くないですか。でさらに言うならば、なぜこの担当の問題って取材されていて、なんでこれが丸とか×になるかってやつね。それを教えるのが本当は講義ではないので、それでお金払ってくるんじゃないですか。じゃなかったら自分でこれ買って問題集解いて条文照らし合わせてやれば受かりますよ。そっちの方がはるかに早い、絶対に。どう見たって。でそうじゃないのね、やっぱしね。で通常やるのがまず入門講座ってあります。ただ一般的な入門講座はそんな講座になっています。であと論基礎、論文の講座ってありますけど、これ論文の書き方とか、あと読み方って教えるのね。ただこの時期からこれをやるのはちょっと危険ですね。極めて正直言うとすごく危ないです。相当できて時間が余ってしょうがないとかね、これは別です。こういう方は、でこういう方はいらっしゃいますけど、ただなかなかやっぱし難しくって、800人向かった頃は多分いけると思います。でも今多分200のちょっと全般台ですね、多分今年の合格者って間違いなく。でそうなっちゃうとかなりもう違う試験ね、旧試験近いです。私の時100ちょいでしたん でそれから比べたらまだ優しいかなっていう感はありますけど、なかなかやっぱ難しいですよ。800と200ってかなりやっぱ違いますからね。でも別に臆することはないので、普通にやってれば受かりますよ、それはね。 でそれがもう論文ってことなんだけど、これは一切やりません。なぜかというと、やっても無駄だっていうことになっちゃうっていうかね、かえって担当すら受からない可能性があるからです、ここはね。であとは担当講座ってあるんだけど、これ条文順に潰していきます。条文順に、ね、で入門講座ってじゃ条文順ではないんですかというと、条文順ではありません。それは単元別です。分かりやすい単元で並んでるんだってことになってるわけね。で条文順にやるのってすごく実はこれ難しいのね。で日本の法律っていうのは、この前来た方には申し上げましたけど、パンデクテンという方式を取っております。でパンデクテンとは何かというと、言いかけの方多いので、こういうふうに言うと分かりやすいと思います。言葉だけ聞いたことあるかね、物件とか債権とかって言葉はありますよね。権利として物件があって債権があって、あと法定債権というのは聞いたことあります。不法行為とか、あと事務管理とか不当利得とかって、不法行為は知ってるんでしょ、損害賠償って、その言ってみたら、物件債権、それから、法定債権だもんね。そのまとめてるのが相続っていう部分があるんです。相続ってのね、だから強いて言うならば 5x プラス 6x はというと、11x になるんですけど、計算として前に出して5を足す6で計算しますよね。でこの相続っていうところが共通事項なのね。でこの5とか6は何ですかというと、特許の事件ってまず出願をしますと、出願して問題がありましたと言ったら審判という章があります。で審判でダメだったって話になると訴訟という章があります。だからこれが言ってみたら出願という章であったり、6っていうのが審判という章なんですよ。でそこに共通するマターが書いてあるのが相続なんだよね。でこの相続っていうマターが何条に書いてありますかというと、1から28条に実は書いてあります。というと、ここから通常条文担当って普通、先ほど言った担当講座って副業的にやりもんですから、一からずっと始めていくわけですよ。で分かんないね、どう見たって。で少なくても全部終わった後で共通マターってやるのが一番本当は分かりやすいのです、そういった意味では。だからいきなりですよ、審判にも出願にも訴訟にも共通するマターを、はい、じゃあ担当的にやりましょうねと言ってできるかというと相当難しいのね、そこはね。それが一般的なただやり方になってるわけですよ、ね。で次2番の括弧を見てください。書いてあるかと思うんだけど、2と3が終わるまでの期間、少なくても5ヶ月間ぐらいかかります、ね。
で、あと1番2番に書いてある通りのこと書いてあるかと思うんだけどね。で、私何をやりたいかというと、この中でやっちゃうのは、まず入門というところでやるのが、一つは2つの講座で分かれてますんで、入門と担当という講座ね。で、入門でやるのは一応これも使いますよ、全く無視はしませんけど、この単元に従って、実はこれテーマ別インプットと言っておりましてね、これ単元別になっていて、全部条文が入っていて、この条文のごとにこういう問題が出ましたっていうのが書いてあるんです。例えば一番最初にやるのが特許法の目的やります。で、次が特許法の、実施っていうのね。で、実施といった場合についてはどんな問題がありますかっていうのは、これ順番通り入っています。条文順ではないんです、そういった意味では。単元別なのね。で、これをやってしまうと、大体ですね、幅があるとするならば、担当から幅100から0から100だとするならば、70から80まではカバーできるでしょう。相続は扱っていません、正直言って。相続なんか一番最後にやることだからね。相続とか罰則、これ扱っていません。ただその他の事項については、大体これ含まれてるのね。実はこの入門テキストって、こっちのこの中にも入ってるんですけど、でも担当的にこう聞いてくるんだって、これ全く書いていないから、それはやらないわけですよ。で、そこでこれだけやってしまって、12月までやってしまうと、全く担当の勉強しないで、年内終わっちゃうってことになるよね。で、築城的にやるんでしょ、年明けから。で、受かるかというと、多分受かんないですよ、面食らっちゃうから。ここに立証した人がいますんで、すごく難しかったっていうイメージね。そういう単元になっているなんて思っていなかったから、一からずっとやり始めるわけですよ。で、分からないってことね。で、分からないでしょ、それは。さっきも申し上げた通り、出願、審判、訴訟ってね、順番流れていくんだけど、その共通が相続になりますんで、そっから条文って始まってんのね。分かるわけないんですよ、伸びたって。ということは、この出願なら出願の中、審判なら審判の中、訴訟だったら訴訟の中の、本当の重要な項目って、これは実はこの入門の順番に従って書いてあるんです。で、そこに従って一旦担当ってやってしまうのが、実は効率的なんだよね。で、これを12月までやってしまいます。で、これと合わせてこっちを使います。2つを使います。で、そうすると一応一回しってことができちゃうね。年内中に一回し、講師と一緒に一回しってできるんです。で、自分でやるのは私は難しいと言いました、なかなか担当って。で、講師は何をやるんですかというと、お家に帰って勉強するっていう機会を与えるのと、どうやってやっていいのかっていうことを教えるのね。だって、どうしたらどう考えたって、土曜日しか私来ないんですよ、ここに。これだけで受かるわけないではないですか。そこで何を言って、こう考えて、だから問題ってこうやって解くんだってことを示さないと、絶対解けないですよ。あとはご自分でやるのね。ご自分で。1週間のうち6日間は自分で、一生懸命担当ってこれ問題解くんですよ。それをきっかけを与えるわけですよ。やり方、どう解いていくのかってことが、多分この講座に来ると分かると思います。で、後でこれ話します、どういうことかってことね。だからこれでまず一つ一回回せるんだって話になります。これは一番大きいメリットでしょうね、この講座の中では。で、あとはさっき申し上げた通り、もう一周回すのが担当の、編っていうところでありまして、これは築城的にやっていきます。で、A から B から C から全部やります。もちろんやりますんで、択一において C っていう項目はないと思ってるんで、すべてこれは重要です、択一は。盤面だけできないと受かりませんから。ね。で、あと3番と、ちょっと見てください。で、現在の、試験制度でありますね。で、まず免除制度があると書いてあります。免除があるんだね。旧試験みたいに、一発で受かりましょうねっていう試験ではないです。だったら免除制度をうまく使わないっていう手はないですよね。特に今から始めたら、実質上多分論文まで行くことは相当これは難しいです、正直言って。過去に司法試験受けていたとかね、そういう人は別ですよ。で、これもやったことがありませんと、法律は全く手をつけたことがありませんという方が、果たしてそれで簡単できるかといったら、そんなに簡単ではないです。で、まず免除を取りに行くべきです。で、これが何年まであるか分かりません。試験って変わると言われてるんで、31年から変わるかもしれません。で、それまでの間に免除制度を取っちゃうんですね、担当と。そうするとその年、翌年、翌々年までは一応免除になりますんで、論文に特化できるってことになるからね。で、受かりやすいんです。で、書いてあるように、担当だけ担当免除になってしまって、論文だけになった方っていう人は約ね、倍以上これ受かりやすいんですよ。全然受かりやすい、正直言うと。
で、まず免除を取ることが第一段階って話になります。免除を取ることが第一段階で、免除を取るために勉強するんだけど、そこで少なくてもそうですね、50点本当は欲しいけど45点以上取れるんだったらなんとか書けます、論文も。で、今の論文がいいことは昔と違って評価はちゃんと返ってきます。何点だったかってことはで客観的に分かるんです、自分の位置って、うん、でおそらく45点ぐらい取れるんだったらB ぐらいつきますよ。 A 取ったら一応合格ね、 B ぐらいつきますということは、あと何が足りなくってこの科目はどうだったって具体的に分かるんですよ。昔全く分かんないからね、自分たちの頃って。もちろん開示請求っていう制度もなかったですから、ダメだったっていうだけですよ。どこが悪くって何点だったかなも分からなかったのね。今返ってきますから、個別的に全部請求すれば、今請求したくても返ってくるな、自動的に返ってきます。でそうなってますんで、まずはやっぱり本番の試験ってやっぱ違うので受けてもらいたいんです、論文まで。でそのためには何としても担当で免除を取って45点以上なかったら行ったって遊びになっちゃうからね、これ本気にまず目指すことを考えている講座だって話になります。でそれが3番の1と2ってことになってるんですけど、特に2番、私は学部が出てる通り大学では法学部の出身です。数少ないですね、予備校の講師の中で弁理士試験で法学部って。で私の時は多分1人かそこらです、当時だから。なんでそう少ないかというとね、珍しいねってのもそうなんだけど、試験が難しいかというと特にそうではないんですよ。昔難しいのはともかく選択科目ね、で3科目あったってことね。でそれは難しかったっていうのは一つだし、あと、多分皆さん知らないと思うけどね、その3科目がどう回るかってですね、一応60点が合格としましょう。で昔は素点です、今は偏差値なんで、素点だったら多分40数点で受かっています。実際上は昔は全部素点です、素点採点で。で例えばね、選択科目である科目は100点取ったとしましょう。で文系は取れませんよ絶対に。旧修士試験私やってましたけど、80ぐらいしか多分しか取れません、どんに頑張ったって。アドバンテージ20点ぐらいね、うん、でもね理科系だと多分大学とか大学院での方だったらすぐやれば多分そうだな100って多分取れるんですよ。特に数式みたいなやつ、答えが合ってたら丸ってやつね、100取ってしまうと40回るんです、点数がボンと。総合点なんで、それは3科目もありますんで相当やらないと受かんないのね。で文系の場合っていうのはだから申し上げた通り、どの科目もまんべんなく取れなかったら昔は受かんなかったんですよ。だから100人中1人とかっていう数字のね、試験が難しいんではないんです。制度的に文系受かりにくい制度だったのね、旧試験って特にね。で現行はというと、あくまでも選択科目は足切りでありますんで、そんなことは全くないからね。別に60点で合格ですと言ったら60点でいいんですよ。70点取る必要性もなしとなってるんで、60取れば60でいいわけ。あと大多数は免除でしょ、今って8割方は免除になってますんで、それはないのかなと思いますけどね。ただ法学部でありますんで、ちょっと教え方が違うんですよ。どう違うかというと、まずこういうこともまずさっき言ったようなことって多分言うの先生って私しかいないと思います。まず総則が最初に来ていて、総則とはこういう位置であって、だからこうなるんだっていう説明ね、これ法的に言ってるんです。で一般的には多分知らないですよ。でともかくやってしまうというだけだよね。あとは、担当の問題解きますよね。で担当の問題皆さん解いてもらいたいんですけど、解くと必ず回答に書いてありますよ、丸とかバツとかつって。これうちのやつですけどね、どこでも書いてあるのは、はい、丸ですと。条約何条によればこう書いてあるからですと。間違ってはいないです。だけどこれだとね、100問やって100問しか解けないんですよ。やっては100問やって100問の道なのね。全部理解してやっとなんとかなりますねって話になります。で我々ね、法学部、私も最初法学部入る時って正直言うと全部暗記するのかなと思いましたよ。試験受かるためには司法試験しかりね、細かい条文全部覚えて判例覚えてなんとかなるのかなって思ってました。でそうじゃないね、全然。でそこで何をやるかというと、思考をやるんです。新しい思考をやるのね。で具体的にある問いがありますと、まず問題がありますと、担当でも論文でもいいんですよ。まず問題にアプローチをして、あこういう問題があるんだよなって把握しますよね。で答えあるでしょ。担当の場合は丸とか×ってこれ明確に決まっていますよね。お教えできますよね、丸とか×とかってありますね。
で、法学部の場合はこのところで特に論文については理由付けをつけなさいと必ず言います。理由付け、なぜそうなるのかということです。なぜで、すべてなぜなぜってことを説明します。なぜ理由付けは2つあります。1つはよく言う許容性と、許容性の観点から理由付けをしなさいと、後でこれ説明します。許容付けの観点から説明しなさいとよく言われます。あともう1つは必要性ですの観点から説明しなさいと。で、許容性とは何かというと条文です。条文に書いてあるからこうなんだってことね。許容と言ってますから条文上こう書いてあるから丸なんだってことでしょ。で、これってお家でできませんか。正直言って担当の問題買ってきて条文にこう書いてあるから丸なんだ松なんだ、多分理科系の先生は申し訳ないけどこれで全部説明してるはずです。理由が分かんないから、条文にこう書いてあるからだと。私そう習いましたもん。条文にこう書いてあるから丸なんだ×なんだ、いやこれは違うんだってですね。でもそうじゃなくって、我々僕で勉強してた時はやっていたのはこっちですね。手話必要性、こう考えないとおかしくないかってやつね。趣旨から言ったら、立法の趣旨から言ったらこうでやって、こう考えない当たり前ではないですかと勉強するんです。これで、これは普通予備校ではやらんですよ。司法試験はやります。ただそれは休止ですね。新司はやらないです。最高裁の判決と条文はこう書いてあるからって書けばいいことになったよね。今の新司って休止験はやりましたね。必要性の観点からと言って理由付けをするんです。趣旨何条にやればこうなっていて、これでこうでやって、従って丸になります×になりますとかね。あとは原告局の立場に立てば当然言い方違いますよね。見方が違うってことね。趣旨こう考えればこうなるんで原告はこう言えますと、被告を言うことは今度違いますって当然言えるのね。ただそういう試験に今ローマ式試験は今年からなっちゃったんだよね。この見解についてまず問題点を挙げなさいと、挙げた上でこれを是とする立場と非とする立場と両方とも書いてくれませんかと、両論併記ね。昔はそういう試験ってなかったんですよ。弁理士試験って、司法試験はそうでした。旧司法試験ってそういう試験だったんだけど、そういう傾向に変わってきたのね。で、担当もそうでしょうね。できればここから解いてもらいたいんですよ。で、このここから解けるようになると多分100問やると1000というのはちょっと大げさかもしれないけど1000ぐらい解けますね。応用が効くんです。応用が。で、これを教えると言ってんの。これを予備校の先生はこれを教えなかったらいかんと思ってるわけですよ。条文に書いてあるから丸です×です、お家でできます。これは当然誰でもじゃないですか。わざわざここに来て聞く必要性あります。私の話をお金払うんですよ。必要性全くないと思いますよ、うん、で、それはやっぱりできんのかというとね、申し訳ないけど私は大学も大学院も法学研究からありますんでバッチリやっております。6年間やってましてやってますんで、まあ、その辺は、まあ自分の一番得意なところかなっていうところですね。必要性の観点、許容性の観点っていうところ、あと答えの出し方も衣装から見て特許はどう解くんだとか、衣装から見て著作権どう解くんだとか、特許をこう書いてあるから衣装こうなってるはずですねと言って解いてるのね。多面的に見ていきます。一面的ではないので、まあ、それをやれるのが、まあ、講義って話になると思うんですよ。それを聞いてもらいたいんですよ、できたら。で、それを吸収してお家に持って行って実践してもらいたいのね。本当にできるかということ。で、これができれば100問ちゃんとやれば多分1000問解けます。ただそうしないと100問解いて100問ではないな、多分な、頭ってだんだん忘却しますんで8割ぐらいじゃないですか。80問できたらいいかなっていう感じですね。なかなか条文の暗記、あと要件の暗記、それから語呂で暗記すると、これ一番最後の最後はやりますよ。どうしようもないってやつ。でもそれって大体100% 中の 5-6% だけです、暗記って。あとは全部理由がつきます。理由があります。これこれこうでやったと。だから人間が作ったシステムよ、全部理由があるんです。本当は理由があります。ただ専門書には全く書いていないんですよ、理由って。当たり前だろってやつです、おそらくね。で、我々から見たら当たり前ではないんですけど、当たり前だろってことで青本とか見ても何も書いていません。理由付けってほとんど書いてないと言っても過言ではないのね、うん、で、それを教えるのがこの授業だったらしいんでありますから、主としてやるのはこの必要性の観点、ここから説明します。なぜこれ丸になるんですかっていう点です、やります。で、それが、今度4ページに書いてあるのかな。
佐藤流合格、担当合格士と書いてありまして、担当がなかなか合格できない方の特徴ですね。で、講義中心でなかなか演習ができないと。練習しないんですね。聞いてるだけですね。これ趣味でやってるんならいいですよ、勉強を。受かりたいんだったら、これ演習やらなかったら難しいんだけど、なんで演習できないんですかというと、量が膨大だからですよ。で、条文の暗記で終わってしまうと、条文って相当あるでしょ。これだけあるんですよ。全部これ暗記して、一言一句高まず言えるっていう自信は申し訳ないけど私にはないです。ただ、どういう制度であって、こういう場面でこうだからこうなるんだっていう説明はできますね。で、それでいいんです、実務課って。別に。で、それは一番本当は重要なのね。で、何条何項に書いてあるからっていうのを見れば書いてありますんで、まあ、それはそれでいいんですよ。ただ、それだけで本当に勉強して受かってしまっていいのかなっていうといけないでしょうし、受かるかなっていうと、今の試験は実は厳しいってことね。かなり厳しいとなります。で、それが2番、3番に書いてある中でありまして、特に3番、講義の中で担当のコアの問題を説明していくと。で、それも趣旨から説明します。なぜこの問題出たってことです。出る意図があります。全部出題者の意図ってあります。論文もそうなんだけど、意図があります。意図があって、これ問題の素材とか題と言います。我々はね、言っていまして、でも回答についてどう考えるんですかと、趣旨から言ったらこうなりますねと言って、まあ書いていったり、それから担当を解いていったりします。で、こういうことができるようになると自由自在に使えるんですね。で、4番でありまして、担当を2段階で学習しましょうねというのが、まず入門編、入門。これやるのがさっき言ったテキストと、あとレジュメの併用です。で、単元別でやってしまいますんで、一回回せます。大体私はどういう思考でやってるのかって多分分かります。そこで一回回します。だから年内中に一応回さないと、私は難しいと申し上げました。約8割は回せますんで、まあ、とりあえず年内中回すかなってことになります。で、それに合わせてお家に帰って実践で解いてもらいたいんです。さらに一応全部これ担当の過去も入っておりますけど、ただこれだけでは足りないから解いてもらいたいんです。自分でもね、解けるかなってことで。あと、担当編は条文順にやりますんで、もれなく潰していきます。全部パンパンパンと潰していきます。細かく潰していきます。で、あとは暗記でなく、イメージで解けるかなってことです。イメージです。何条何項はこんなことを言ってるんだっていうのが多分浮かばない方は一生わかんないので、単に何となくこの過去の過去も見て、こういう場面だったからこれ丸に違いないと言ってやるのがなかなかわかんない方ね、何年経っても受かりません。それは具体的なイメージが浮かばないんです。何条何項の場面で、こういう場面で、だからこうなってこうなってと言えないと難しいのね。だから条文の素読っておきますね。素読、読むって言うんだけど、これ読むときに一条一項これ見た瞬間に場面浮かばないとダメなんですよ。これこれこういう場面でこうなってるから、しなければいけませんとなってるか、できるとなってるかと分かれるのね、要件も全部。で、場面が浮かばないようだとダメなんですよ。で、場面浮かぶようになると担当はすごく解けます。で、担当すごく解けるようになると、当然論文も分かります。見た瞬間に場面が浮かびます、パッと。で、場面想定がないと実務をやっても全く分かりませんとなっちゃいます。単なる暗記となりますので、それは意味がなくないですかね。だから2つちょっと考えてもらうんですけどね、日本史を勉強してみましょうと。で、日本史を勉強するときに、いい国につくる鎌倉幕府といって、まあ年表を覚えますよね。あれでやったらある程度取れますよ、そこそこは。でも流れが全体分かりますかと言ったら多分分かんないんだね。これこれこういう問題があって、こうなってこうなってこうなったのですって日本史って流れません？じゃなかったら暗記になると思いますよ。私そういう暗記したこと一回もないので、日本史であろうが世界史であろうが流れの中で覚えてたもんなんで、これもそうです。じゃないと意味が全くないと思っています。で、また講座に来る必要性もないと思ってますよ。家でやった方が絶対早い。それは教科書さえあるなら家でやってしまった方が、だって最初から最後まで書いてありますから、1週間で見えるんじゃないですか、大体のことは。早いですよ、そこはね。で、それが5番で、暗記ではなくてイメージで解くんだと言ってます。イメージです。イメージです。条文のイメージを解くんで、解くんです。で、論文的思考もつけるんだと書いてあります。で、担当の問題解きながら論文的思考もつけます。これこれこういう場面だからこうなったのだ。で、これはこの考え方ができるようになると、論文の思考の能力もできるようになります、自然的に。で、講義は終了しました、4月。で、ここから何をやるかということね。で、さっき申し上げた通り、一応入門編が12月に終わります。1回回します。で、10月の末から、
今度は3月の末まで担当教員やりますよね。2回回せます。で、次のあと残った期間何やるかというと、本当にもうどうしようもないっていうのはあのね、それは暗記です。大体それは 5% から 6% ぐらい暗記します。暗記。で、そこで多分5、6点違うんだよね。暗記。暗記すると。5、6点違ってきます。ね、まあ、それはこれずっと書いてありまして、4月から5月の間は暗記に走るんだってなるんだけど、最初から暗記でいいんですか？これはいけないと思いますよ。多分使えない。受かってしまった後。仮に受かってもね。たくさんいますよ。暗記だけで受かってしまったっていう方はね。それだとやっぱ使えない。やっぱ使える知識を使ってもらわないと意味が全くないと思ってますからね。で、さらに、論文に行きますかというと、論文に行けない。暗記だけだったら、どうしても。うん。で、5月の担当分けに何をやるかというと、で、5月一応担当45ぐらい取りますよね。で、あと1ヶ月間あります。その期間中に論文の知識をインプットするんですね。バーンと。あとは、解くっていう作業をやってみるわけです。どんなふうに書けるかなってことです。一応45点ぐらい取れるんだったら、項目は上がります。とりあえず。書くべきこと。項目さえ上がってしまえば、B はつきます。論文では。あとは、論文的にどう書くのかっていうだけのことでしょ。まあ、それは翌年でもいいし、あと一月の間にそれをうまくつければ、多分受かるかもしれません。そこのところって。まあ、それは4番っていうところでね。担当の点数としては何をやってもらいたいかというと、一応私は50点目指してます。で、これ、ちょっと前見ましたけどね、なぜ50点ですかと。ボーダー39じゃんってやつね。で、39点っていうのは、取れればいいですよ、本番で。でも本番は、どんな場合でも人間って緊張するんです。うん。担当の場合に行ったことありますかね。いろんな方いますよ、行くと。論文の本試験になるともっといろんな方がいます。で、こう実はめちゃめちゃ緊張しますからね。基本的に落ちない試験でありますので、今って。落ちない方に、もし落ちる方に入ってしまったら、どうしましょうかって多分プレッシャーに苛まれるのね。相当ね。で、相当緊張します。となると、本番って約8割しか出ません。実力って。自分の。で、50点目指してちょうど40点ではないの。39点。ぐらいしかいかないんですよ。で、通常は満点目指してやるんです。となると50点いきます。で、これくらい取れるようになると、多分担当論文も一発でいくかもしれないですね。実際上は。で、できればそうなってもらいたいなと思ってますけどね。あとはね、何度も何度も講義は聞き流してもらいたいんです。聞くんです。聞いて止めてはいけません。とりあえず、まあ、生に出ますよね。で、通信取りますよね。通信というか、まあ、流れてきますよね、音が。あれを IC かなんかに通っておいて、私は基本的に書きませんから、書かないでずっと喋っていますって、今みたいに。これを何度も何度も聞いてもらいたいんです。歌みたいに。で、知らないうちになんとなく分かってしまっちゃうもんなのね、これって。うん。ある一点が分かりません。でも繰り返せるうちにその部分が埋まります。で、それが法律の勉強なんだけど、分かんないとそこで止まってしまって考えるんだよね。これは無駄です、すごく。考えてはいけませんって言います。ともかく最後までやるんです。繰り返して。くるくるくるって。それを何度もやった方が、早く受かる方。ってことになりますね。で、通信の使い方ってそこなんだよね。だから IC ってありますよね。IC でもいいし、ウォークマンでもいいんだけど、速聴機能があるやつってありますし、あるでしょ。あんまりスマホで見るってちょっとなんか私は好きじゃないので、だって通勤途中でスマホで見て、なんか何やってんでしょって見るの嫌じゃないですか。でも音楽聴いてるみたいだったらまあ分かんないからね、何やってるんですかと。で、持ち歩くのはこれだけでいいですよ。条文書だけ。で、それに従ってずっと喋ってるんで、話としては。で、それを倍速とか 1.5 倍で聞いてもらいたいんですね。で、繰り返して聞きます。ずっと。分かんなくても。で、そのうちだんだん分かってきます。何度か回していくうちに。で、止まってはいけないです。で、分かったと思ったら、そこの部分を埋めるんですね。作業としては。で、そこまではずっと聞くんですって。くる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 。これ分からない。これ分からない。分からないでいいんです。そこだけ付箋だけつけておいて、繰り返して聞いていきます。ずっと。だん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 埋まりますんでね。うん。で、ここが多分一番違うところかな。私はそれを実践しましたもんね。じゃないと多分ね、社会人の方は受かるのが難しいですよ。まず仕事の時間があるでしょ。お家に帰ってあるでしょ。で、大体時間取れても2時間ぐらいでしょ。で、家で帰ってやる勉強と通勤途中でやる勉強って違うのね。やる勉強って。これ分けないと絶対に受かりません。で、特に論文系とか、あとは担当の過去問系ってありますね。
これは王子に書いて解くんです、やるときって。でも入門系とかあるいは担当の講義の内容って聞けるでしょ、くる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 、これを聞いてもらいたいですよ、何度も何度も聞き回すのね。そうすると分かってきます、だんだんと、うん、で私も同じような講座も年間、30回行きましたね、約30回、聞いてるうちにだんだん分かりましたよ、こう、ああこうなってこうなって従ってこうなってっていうのはね、分かるようになるんだけど、あの大体のなかなか分からない人の特徴っていうのは途中でやめちゃうってことね、諦めちゃうか深く考えすぎるんです。で特許だけで終わってしまうとかね、年間でまた来年度じゃあ入門講座から受けましょうねってなるんですよ。でそれはやめてもらいたいんですよ、できたらとりあえず一回しをしてもらいたい、全部で何度も何度も繰り返してもらいたいのね、じゃないと無駄になっちゃいますよ本当にね。まあ、それが6番に書いてある内容だとなっております、ね。まあ、概要はそんなふうになりますので、担当に受かるんだったらこれっていうやり方ですね。で一番の講義のポイントはさっき申し上げた通り、まず法的にこれ話していきます。特にポイントはここですね、理由付け、必要性という観点から説明しますから、あとは立法の経緯全部説明します。昔はこうでした、平成何年はこうでした、昭和年代から説明します。昭和年代こうでした、これこれこういう問題があったから変わりました、でまたこれこれこういう問題があったからさらに変わりました、また変わりましたと説明していきます。じゃないとなかなかわからないわけですよ。だって何度も何度も改正されてるでしょ、産業財産権法って。時代とともに変わっていきますんで、変わるんだよね、なんで変わったのか、それを聞いてくるわけですよ、試験というのは。でまた実務をやるんだったら何年度の出願に、何年度の出願かによってあの適用法令で変わりますんで、当然知っていなかったら困っちゃうんだよね、そこのところって。まあ、それもこの業界私は30年いますんで大体分かります。あの昔からの制度ってこうなっていてこうなっていてこうなっていたんだっていうところがね、古いので全て大体分かってるつもりです。あの現行の、あの現行の法制度から分かってるつもりなんで、旧法対象年代の法律は分かんないですよ、さすがに。現行法は分かってますんで、まあ、それはそこからあの遡って説明していきます。多分それがあの一番大きい違いかなと思いますよ。まあ、法文系でありますんで、あのフリにそれ使ってもらってあの勉強してもらいたいかなって思います、ね。で担当受かってでパッとやれば論文は受かりますねってなってもらいたいです。今論文もそういう試験に変わってきてるんでね、あのお家に帰ってですね、今日もう一つ配ってるやつがあると思うんですけど、平成17から28年の多分論文の問題ってこれ見てもらうとよく分かると思うんですよ。だん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 変わってきましてね、まあ、特に今年のがちょっと入ってんのは痛いんだけど、今年の問題なんか見るとめちゃくちゃあの、まあ、薄いんですよ、行数が。問題は薄いと、長くないんですよ、長文系ではないと。で長文系の問題ってこれ実はすごく簡単なのね。この場合どうなりますか、あの場合どうなりますか、その場合どうなりますかといって全部誘導なんです。もしダメな場合どうなりますかってことは答えはダメってことなのね、前提としては。この場合どうなりますか、ダメな場合どうなりますかと聞くんですよ。そういうことは答えは一番はダメなんですよ。じゃあダメな場合どうなりますか、場合分けてと言ったら、じゃあ場合分けなきゃいかんっていうことだから、多分こういう条件があってこうなっていてってまあ分かるのね、担当分かるようになると。全部誘導なんですよ、答えがあるんですよ。でそれに従って答えていけばよかったっていうのが大量合格の合格の時代です。でそれは一世風靡したんだよね、かつて、うん。で今でもそれをやってますよ、論文の講座って。で悪くはないと思いますよ、それは知ってたは良い。だけどそれだけで受かるかというと受からない今は。で去年の衣装なんか特にそうでありまして、 あなたは衣装を取るメリットはどこにありますかってことね、これ。それを聞いてますからね、60ページに上がってるようなやつね、メリットデメリットを簡潔に述べよってやつね。なんだこれってやつね。こういうデザインがあるとき、あなたは衣装を取るメリットデメリットをちゃんとお客さんに説明してくれませんかって書いてあります。まさにこれが本当の意味のまあまあ弁償して取るべき問題なのね、メリットデメリット。ないしは基本的な問題なんだけど、問題の2、めちゃくちゃこれ難しいです。今こういう試験になっちゃったのね、試験傾向って答えがあるのかないのかわからないってですね。で予備校が解くとちょっと違うかなっていうのがあったりします。実は法的でちょっと違うかなというのがあったりするんで、それは説明します、中でこれこれこうなのでこうなっておりますっていう点ですね、はい。でだんだん試験傾向変わってきておりますんで、まあ、特に今今年は特に顕著だったですね、論文。あと担当は難しかったなっていうのが、いやよくよく言われているところでありまして、絞りたいんですよね、正直言うとね。
タウントリー絞るのが一番楽でしょう、人数的には。客観的に絞りやすいですからね。ルーバー採点しなきゃったらいかんっていうところなんで、めんどくさいですね。できればね、担当で絞りたいっていうところなんでしょうね。だから担当もできたら、これ必要性の観点だけではなくって、許容性、条文何条何項はこれこれこういう趣旨であって、こういうことだからこうなるんだっての分かっていないと多分解けません。101問目が出てしまった瞬間に多分解けないんだね。100問しかやってないから。それが怖いところでありましてね。でそうなってはいけませんということになります。でこの講座ではそれをやらないようにしていくっていうのが一番の多分ポイントになるかなと思いますよ。でそれがロームにも強いては聞いてくるのかなと思っておりますので、まあ、それを一緒にやっていきましょうっていう講座がこの講座になりますね。したがってしっかりとついてきていただければ、8ヶ月間あればなんとかなると思いますよ。45点ぐらい取れます、担当だったら。私54号取ってもらいたいけどね、本来はね。54号も可能だと思います、やり方によってはね。でも2通ってしまった場合はこれは保証はできません。やっぱ難しいからね、担当も論文持って。受からないとはやらないです。受かる人もいますからね、受かる方もいらっしゃるけど、相当これは時間の余裕がないとちょっと難しいですよね。8ヶ月間フルに勉強できますという状況だったら、分かんなくはないかもしれないけど、去年も一発で受かった方って十数名ねしかいないんですよ。でその中でこの時期からやって受かった方は多分ゼロでしょうね、おそらく。難しいと思いますよ。そんなに簡単な試験ではない、正直言ってね。で、今年もう少し減るでしょうから、皆さんが受ける来年度はまた減るでしょうね、最終合格者って数がね。でそういった意味ではならないように、少なくてもアドバンテージを取って、担当の免除は少なくても取っておきましょうと、最低限でもね。それプラスできれば論文、記念受験じゃなくって受けてもらいたいわけですよ。本当の意味でガチで受けてもらいたいっていうのがこの講座の趣旨ですからね、はい、でそれでやっていきましょうっていうのがこの講座になります。であとは細かい手続きとか金額はいくら割引とかっていうのは私分かりませんので、まずこれは全体で終わった後で聞いてください。じゃあ全体の方はこれで終わりたいと思います。お疲れ様でした。